長戸栄吉は、日本の元裁判官。岡山家庭裁判所長、福一法裁判所、同家庭裁判所長を歴任し、名古屋高裁民事三部総括判事を最後に2014年5月30日に、定年退官した。官僚裁判官として、不当判決が多数あり、日本の司法制度の欠陥を炙り出す結果となった。現在、石川県の野之市市の白山。 野々市法律事務所にて弁護士。2014年4月24日、JR 東海が認知症で徘徊中に列車にはねられて死亡した男性の遺族に対し、他社線への振り替輸送等によって生じた損害の賠償を求めた訴訟の控訴審判決において、介護に携わった妻と長男に請求通り、約720万円の支払いを命じた一審。 名古屋地裁の判決を変更し、妻の監督責任を認め、約359万円に減額して支払いを命じた。近所に住んでいた長男には見守る義務はなかったとして、JR 東海の請求を棄却した。迷走判決はそれにとどまらず、多数ある。2016年3月1日、認知症の家族の徘徊により生じた損害賠償対し、 最高裁判所の岡部清子裁判長は、家族が監督義務者に当たるかどうかの判断では、監督が可能で容易な立場だったかなどを、総合的に考慮すべきだとする初判断を示した。その上で、妻と長男は、監督義務者ではなかったとし、1、2人の賠償命令を破棄して、請求を棄却し、家族側の逆転勝訴が確定した。結局、 名古屋高裁の長戸判決はすべて否定されたことになった。ありがとうございます。